ねえねえお兄ちゃん。ん？今日の晩ご飯何がいい？お兄ちゃんの好きなの作ってあげるよ。本当か？でも軽いものでいいよ。今晩クラインたちとクエストに付き合う約束しているんだ。もうゲームばっかりなんだから。リーファさん、君は今どこにいるのかな？へりくつ言わない。ご飯はちゃんと食べようよ。できる。へいへい。メニューは任せるよ。すぐの料理は何でも美味しいからな。じゃあ買い出しに付き合ってね。冷蔵庫の中空っぽなんだから。なんだ、そういう魂胆だったのか。だってたまには買い物くらい一緒にしたっていいでしょ。わかったわかった、荷物持ちでも何でもいたしますよ。やったー、せっかくだからちょっと寄りたい店もあるんだけど。まあちょっとそれは置いといて。ところでクレハ、入り口に立ちっぱなしてどうしたんだ？あ、ごめん、その出直してこようか。クレハさん、え、いつからそこに？お兄ちゃん、キリト君も気づいてたら教えてよ。なんというかすごくいい雰囲気だったから邪魔しちゃ悪いかなって。私たちは兄弟だからね。それは聞いてるって。変な意味じゃなくて仲がいいなって思って。私にはお姉ちゃんがいるけど、リーファたちみたいな会話はあまりしたことないかも。え、そうなの？うん。仲が悪いわけではないんだよ。むしろお姉ちゃんが万能すぎて全部完璧にやってくれるんだよね。ツッコミどころなんて全然ないくらい。へえ、全部完璧に。そのお姉さんはちょっと羨ましいかも。トレードは不可だからな。私はリーファたちみたいな兄弟ってどっちがいいとかじゃなくてね。ありがとうクレハさん。じゃあ買い物までに何かクエストにでも行こうか。